はいどうも、良平です。どうぞです。はい、よろしくお願いします。はい、ということで本日なんですけれども、まあ僕先日出しました DS1、久保田スラッガー初の小指日本入れ仕様、の、グローブを、まあ、購入したって動画で、まあしこたまね、やらかしまくりまして、はい、エラーとかしまくりまして、小指に慣れてないのかなと思います。あとは普通に運動不足です。おしゃない。僕小指2本入れ仕様に関しては、まあ、今までね、今宮選手モデルだったりとか、まあ、黒いアトメツ、なんかはもともと5本指仕様のグローブを小指2本として使ってて、で今宮選手モデルに関しては結果5本指に戻してるんですよね、僕が使うときは。なるほど、まあ、しかもほぼ今チームメンバーにね使ってもらってるんで。でアトムズのグローブに関してももともと5本指で片付けをしたものを無理やり小指2本で使ってみてるっていう、まあちょっとお試しみたいな感じもするので、なるほど、ちょっと、まあ、これが純粋なね小指2本入れっていうモデルの初めての、はい、グローブなんですよ。でヒロトってさ、はい、まあほらちょっと今出してみて、まずウィルソン、ウィルソンも、はい、これも小指仕様だもんね。小指仕様、はいはいはい。でもう一個ディオンのね、ディオン、これも小指2本、小指2本、いったところで、まあ、はい、ヒロトは小指2本の先輩なんですよ、僕からすると。まあ先輩ですね、うん、ずっと、小指2本を使ってきたとからして、まあちょっとね、それぞれ身はせっかく3つその仕様っていう意味では小指2本入れ仕様が3つもあるので、ちょっと取り比べしましょう、うん、してみようかなと。こっち小指2本入れっていうか、あの小指推奨グラブ、あ推奨なんだ、はい、一応5本指では使えるっていうグローブです、うんうん、なるほど。じゃあこれと近いんだね。そうですね、これも一応ほら窓がないから小指に、あ、まあ、広いからあれ小指に本入れ仕様にはなってるけど、こことここは同じような感じ、同じような形、イメージはね、イメージ。なるほど。で、まあ、これは完璧にもう完全に小指用、うん、で、まあ、そういったところで、まあ、メーカーによって違いはまずあるのかとか、はい、まあ、もともと小指に本入れ仕様の中でもちょっとずつでも違いがあるのかなと思って、僕が気になっちゃったんで。おお、いいじゃないですか、なんかその小指に対する興味っていうのが、まあ、でも上から見やすぎるな。まあ、なんでちょっと、まあ、キャッチボールだったりロックだったりとか、まあ、とりあえず球を補給してみて、まあ、お互いね、お互いのグローブ使い回しして、あ、実際このグローブこうなんだみたいな感じで、まあ、ちょっと小指について僕も知っていければなと、はい、でそれも皆さんにお伝えできればなと思っております。はい、じゃあそれではやっていきます。はい、じゃあそれでは今お互いの前に、あ、後ろか、お互いの後ろにカメラを置いて、まあ、2人でちょっとねいろいろ使ってってみて、まあ各々のカメラに感想言っていこうと思います。じゃあまず僕はね、まあ自分のスラッガーを使っていきます。はい、今回はしっかりとガチリと撮りたいと思います。はい、はい、じゃあまず自分はこちらディオですね、ディオの小指用グラブを使っていきます。これ多分いつも使ってる感じなんですけど、基本的に小指だけ動くようにしてます。いつも通りなのでね、しっかりとキャッチボールしていきます。はい、お、今いい音だった。あ、いいですね。ポケットがね、土手の方なんでしっかりと取ってからも早くできる。なんかスラッガー特有の柔らかさっていうのかな、はやっぱ小指2本だとより出てくるような感じがしますね。いい音、いい音になります。はいはいはい、まあ逆に言うと僕はこれしか使ったことがないんで、まず感想が何もないんですよね。うん、球出しも小指なんですけど全然早くできる。おお、早い。キャッチボールだとできるよ、さすがに。でこれ見た感じ土手はちょっとヒロトの持ってる2つよりかは広いかもしれないですね。はい、じゃあお次僕はヒロトのね、ディオグローブをお借りしてキャッチボールやっていきます。これに関してはスラッカーよりちょっと丸みを帯び、まあ、片付けの問題かもしれないですけど、丸みを帯びた方でやっぱね窓がしっかりと、6本分、あるから手の中のリラックス感か、しっかりと分けられてるっていうのは伝わってくるので、でなおかつこっちでやってるような片付けしてるので、ちょっとまあキャッチボールでお借りしてどんなもんかなって見ていきます。ウィルソン使っていきます。これ確か D5 かな、 D5 のモデルなんで、ちょっと中心ポケット中心作ってるんで球出しは早いかなと。こちらは親指を効くようにはしてます。なんですけど、まあ意識的にはこうやって取るようにはしてます。なんで早速ね、久しぶりなんですけど使うのが、使っていきたいと思います。こっちは逆に広いんで掴みやすい、ウェブ下で掴みやすい。
あーあーいいわー。どうすか。いやほら本さしっかりとなんか補給はしたことなかったんですよ、ヒロトのグローブで。でこれでね今撮ってみておほーと思った。なるほどね、はい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 。小ユニってこれが普通なんだ。こっちはなんかこっちは音がちょっと低い。やっぱ広い分なんかウェブ下で撮るっていうのが多分染み付いてるんでちょっと音が低いかなと思います。これ片付け自分？自分。湯もみ？あ、水もみ？水もみです。うまいの？あ、これはしないんで片付け。はいはいはい。はい、じゃあ最後はヒロトのね、ウィルソンのグローブを使わせてもらいます。これも窓としては本仕様か、小指2本仕様でも小指2本色推奨グラブっていうところなので、まあ実はこれもね、あのヒロト長い間一緒にいますけどちょっと初めて借りるのでちょっとどんな感じなのか使っていこうと思います。まあ、両平さんの片付けもあると思うんですけど結構親指効くなと思います。しかもエッジキあるし、多分先っぽで取っても全然いいなと、耐久性いいなと思ってます。で、ちゃんと土手は待ってるっていうスラッガーの特徴も生かされてるグラブス。なんか小指に自分も土手補給でいつも使ってるんですけど、こっちめちゃくちゃしやすい。そのスラッガー本来のなんか特徴、土手補給っていうのを多分十分に生かされているグラブス。あ、ふっか。はい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 、もう完璧にウィルソンの小指にはどちらかというとこうなのかな、だから完璧に縦で掴んでるんで、本当に遊びは少なそうだなって感じしますね。え、これ新しい感覚、小指にではちょっとない感覚あるし。ああ、まだ遊ぶでしょ。まだ遊ぶんですけどちゃんとこう収まってくれる、別にちゃんとスッて。ウィルソンに関しては一番ね土手が狭いかなっていう感じがしますね。なのでまあ奥にどんどん深くなってくるような感じがします。あっあ久しぶりのノックだ。おい、久しぶりに、はい、ノックで使ってみたいと思います。深い深い、多分これ一番深いかもしれない。はい、先でも取れるのが一番リアルの強みかなと思います。はい、じゃあラスト、D8-1 使っていきます。あ、はい、じゃあまずはヒロトの肘を返していきます。あー、はい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 、ザ・小指にって感じ。はい、OK、奥に丸くなっていく感じがします。ヒロトの小指に関してストレスは初めて小指を使った時とかはない。最初に6指使ってた人でも僕じゃなかったらしっかりと使えそうだ。そうです。よし、あー、深い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 。よし、よし、一番勘で取れそうだけど、感覚じゃなくて勘で取れそうだけど。その通り。よし、はい、今のは手のひら、どちらかというと。よし、はい、安心感は一番あるかもしれないですよ。じゃあちょっと最後にね、フラッカー上げていきます。
遊ぶね。なんかやっぱ普通のサッカーじゃない。やっぱサッカーの残り香がある。こういうにでもサッカーじゃない、新しい感覚。そうです。今みたいなのは取りやすいかも。ラスト。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、ということで、おのおのちょっと感想で、じゃあまずスラッカーからいこうか。二つよりかはやっぱ広い。ザ・スラッカーはそこは残ってる感じがする。全然残ってるし。でも、普段のスラッカーっぽさはない。新しい感覚っていうのが、うん、すごい。今までにないような。新しい感覚、うん、かなと思います。じゃあ次はウィルソンどうか。ウィルソンいきましょう。ウィルソンに関してはやっぱ使い込んでるからこそのやっぱ柔らかさがある。これちょっとね、チート見ないでちょっと芯に入るっていうのがいいと思う。感覚じゃなくて勘で取りやすいから。で、土手がやっぱ狭い分ここに当たるかなと思ったんよ。でもそんなことはあんまなかった。なかったっすか。よかったっす、うん。ウィルソンはそういう特徴、まあ市販のグローブ見てもやっぱ土手が狭いからそういう特徴があるのかなっていうのはすごい思いましたね。じゃあ最後にディオさん。でこちらに関しては6本独立、6本独立してるんで、やっぱ手の中でのフィット感とかストレスのなさっていうのは一番あった。そんなあんまり動かないっていう、うん、そのがっちりしてるっていう分にはいいのかなと思います。ディオさんもスラッカーと一緒で指股ありの逆巻きになってるので、ここ薬指と中指の付け根あたりでも収まる、まあ、こっちね、ちょっとこうっていうのか広いのかな、ポケット、うん、だから肩的にはこれをちょっと押さえた感じ、押さえた感じ、ほんのちょっと押さえた感じ。広さで言うとこういう順番、まあなんていうんだろう、広い、中間、狭い、縦、もう縦、がっつり縦、うん、ちょっと斜め、うん、広すぎ。そう、おのおの多分使ってみて感覚は違うと思う。で僕なんかは逆にまあスラッカー好きなんで多分使っていけばこれが多分一番合うだろうなっていう感じはしました。おのおの良かったです。このまあ特徴があって、まあ、いいグローブ結局は。そう、こういうのもね最近流行りなので、ぜひぜひ皆さんもまあ店頭で握っちゃダメですけどはめてみて、おこのこういうにいいなとかっていうのがあればちょっとチャレンジしてみるのもいいんじゃないかなと思います。ということで、本日は、はい、実はちょっとねこの企画やったのは僕のリハビリも、まあ、さっきの動きたいっていうのもあるから、ね、このロックであまりにもひどかったからちょっとずつリハビリをと思って、はい、っていうのも含めて、まあ、せっかく買ってみたんでね、他のこういうにってどうなんだろうって興味も湧いたので、そちらの方を撮らせていただきました。このね動画が良ければチャンネルコメントグッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ来て野球やろうぜ。